ドンチャリウスということで、今回なんですけど、マリアーノから、22年 SS ファーストデリバリーということで、新しくアイテムが入ってきましたので紹介したいと思います。で、今回入ってきたのが、22年 SS のほぼ全部のアイテムになるので、結構ねボリュームがあるんですけど、まあサクサクね、紹介していこうかなと思います。で、まあ定番品とかもね何かとかあるんで、まあ定番品からちょっと紹介できたらなと思います。ということで、まず一つ目ですね。はい、一つ目がこちらです。はい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 、もうずっと定番で出されてるローファーなんですけど、まあ、この、まず、先っちょの形が、ちょっと缶オケっぽいというか、まあ、マリアーノ独自のというか、唯一無二の形をしてるっていうのと、まあ、この部分にね、ジップが付けられた、ジップディティールの、ローファーです。で、一応ジップのね、この引き手の部分が、左右非対称で、片方は割とスタンダード目なんていうか、形なんですけど、もう片方はボール、チェーンではないんですけど、まあ、こういうタイプの、もの。です。で、これがね、僕も同じものというか、前のシーズンなんで、ちょっとジップの色と、引き手の部分が、形がちょっと違うんですけど、持ってるんでね、履いてる感じはこんな感じです。はい。これね、めっちゃいいっす。まあなんか、形がそもそもね、面白いし、まあマリアーノにしかないっていうところもあるんですけど、履き心地というか、的な面でも、最初はまあ、ちょっと馴染むまで時間は、1ヶ月ぐらいかな、かかったんですけど、馴染んでからね、めっちゃ履き心地いいです。なんかこの形なんで、履き心地悪そうとか思いそうなんですけど、全然ね、この形だから、なんか支障が出てるってことは全くね、ないですね。普通の靴と同じですね、履いてる感じは。まあ、遠くから、まあちょっと見えないかもしれないですけど、まあこんな感じです。はい。割と、なんだろうな、フラットな感じなんで、ちょっとスリッポンに、スリッポンじゃないかな。まあちょっとそういう、なかなか、このフラットさも一つ特徴かなと思います。はい、こんな感じで。これね、めっちゃおすすめです。はい。し、もう僕ね、買ったの確かね、19年秋冬とかなんで、もう3年近く前、2年半ぐらい前なんですけど、結構、履いてたらね、だいぶいい感じに履きじわも出てきて、ちょっと味も出てきてね、いい感じになってきました。はい、こんな感じで。っていうのが、まず一つ、靴です。で、二つ目が、こちらですね。はい、小物つながりでいくと、ネックレスなんですけど、これは2個前のシーズンからかな、出されてる、まあ、ネックレストップがハートがこう割れたような、プレートになってて、で、チェーンの部分が、まあ、3色かな。ゴールド、シルバー、銅色の3色の引き輪がこうランダムで、連ならせて、一周こう構成されたようなデザインの、ネックレスです。で、ネックレストップにはマリアーノと刻印が入ってる。って感じです。まあ、これは毎シーズン出てるし、もう、知ってる方多いんじゃないかなと思うんで、まあ、この辺にしようかなと。思うんですけど、続いてが、定番アイテムとしてはこれですね。はい。この、タンクトップなんですけど、まあ、タンクトップで、この表のフロントの部分にちょっと同系色で見えづらいかもしれないんですけど、まあ、一応ブランドロゴが、マリアーノとこれ。このプリントね、ちょっと不思議なプリントで、プリントっていうよりなんかペイントに近いというか、こういう感じでなんか塗りたくったような、雰囲気のちょっと独特な、プリント。がされた、タンクトップです。まあ、これはね、インナーとして非常にいいんじゃないかなと思いますし、今シーズンから、色展開も増えまして、確かね、前はこういうグリーン的な色はなかったと思うんですけど、白はあったと思うんですけど、まあ、グリーンみたいな、ちょっとカラフルな、色もバリエーションに追加されて、って感じですね。はい。っていうのが、3つ目。で、こっから定番じゃなくて、今シーズンのシーズナルのアイテムになるんですけど、まず一つがバッグですね。はい、こういう感じのショルダーバッグなんですけど、まあこれ素材がね、ちょっとこういう PVC というか、まあエナメルっぽい、素材。で、そこに紐と、ゴムですね、これは。こっちがゴム。で、もう片方が紐。で、こう、構成されてて、って感じなんですけど、サイズ感的にはこんな感じですね。まあまあまあ、程よい、いい感じのサイズ感。で、そこに、マリアーノとロゴが入ってるんですけど、まあ、一色目は、白に赤字でマリアーノと入ってます。はい、こんな感じ。まあ、サイズ感は、まあ、携帯と財布は入るかなって感じ。あと、まあ、プラスでなんか、入りそうな感じかな。マッチもちょっとあるんで、はい。って感じ。まあ、これが一色目です。はい、こんな感じ。これいいんじゃない？っていうのが、白で、2色目が、はい、これですね。これはちょっとルックか何かでも使われてたと思うんですけど、ブルーにホワイト。
のロゴ入りなんですけど、はい、こういう感じ。はい、はい、はい、っていうのが2色目で、3色目ですね。3色目が、ブラックにピンクでマリアーノと、入ってるって感じ。はい、こういう感じで、はい、どうですか、ちょっとポップで良くないですかね。これサイズ感も相まってちょっとちっちゃめで、可愛らしくてって感じですね。はい、こういう感じで、一応ね、あの紐の長さもね調整できますね。できるんで、まあお好みで、ちょっと変えていただけたりしたらなと思います。はい、こういう感じで、続いてなんですけど、T シャツですね。はい、T シャツが、はい、こんな感じなんですけど、これちょっと分かりづらいんでね、もうちょっと近くで見せると分かりやすいかな。どうだろう。一応、ちょっとスケスケの T シャツの中に、ヴィンテージのね、T シャツがアソートでくっつけられたような、デザインになって、フロントだけ二重になってるみたいな。で、内側の、アソートの、古着が、こういう感じで、ちょっと透けて見えるような感じです。はい。で、あとは袖ですね。袖にもちょっとリブがついてるっていうのと、形も若干ジャスト目なんで、ちょっとセクシーに着たらかっこいいかなと思います。はい。これが、3型目 ?4 型目かな。ちょっとバックで一回外します。で、4型目なんですけど、4型目が、ニットですね。V ネックのニットが2色で、まあ、オリーブと、ブルーなんですけど、まあ、このデザイン的な特徴としては、まず、フロントですね。フロントが、ちょっとハンガーにかかってると分かりづらいと思うんですけど、こっちですね、右肩の方が、異常に肩幅、取られてて、まあ、こっちの普通の方の2倍ぐらい取られてるかな。なんで、こっちだけちょっと袖の位置がガクンと落ちる感じ。なおかつ、ここの、脇下、右の脇下から、裾に向かってのこのシルエット、てか全体的な着た時のシルエットがちょっと面白い、一着、違和感がある感じ。で、後ろですね。バックには、はい、こういう感じで。まあ、これがね、ちょっとどうだろう。こっちの方がわかりやすいかな。まあ、マリアーノとこう、ニットの編み地というか、まあ、ピンホールというかね、かたどられた、ようなデザインになってます。まあ、なんで、後ろがロゴ入ってて、形もちょっと面白いっていう感じ。なおかつ、色もね、これめちゃいいです。はい。結構ね、鮮やかめなんですけど、こっちはちょっと落ち着き目なんだけども、ちょっと上品めな色味を残しつつみたいな、はい、こういう感じ。渋さもあるっていう感じかな。こっちは割とライトな、ちょっと爽やかめな印象かなと思うんですけど、まあこれが4型目です。で、5型目なんですけど、5型目がカーディガンですね。今度はカーディガンなんですけど、はい、こんな感じです。はいはいはい。まあ特徴としては、まあこのフロントのマリアーノっていう、ロゴが、これもね、多分、ペイントっぽい感じかな。ここだけ、ちょっと固めというか、触った時にザラつくというか、なんで、ペイント、かな？多分、ペイントでマリアーノってやってると思うんですけど、まあこんな感じ。で、あとは、全体的には、ちょっとフェミニンなというか、女の子っぽい、デザイン、まあ色合いも相まってですけど、まあ特にこの首のフリルっぽい感じとか、まあ、シルエットも結構着丈短めでみたいなのと、あとこの編み方、もうちょっと甘編みの感じで、ちょっとゆるっとした感じです。はい。はい、っていうのが、5型目。で、6型目、最後が、セットアップですね。セットアップが、はい、こんな感じです。はい、はい、はい。ちょっとね、わかりづらいかな。あ、まあ、ちょっとこれでいいか。千鳥柄のセットアップなんですけど、まあ、一応こういう感じです。はい。想定的に。で、まあ特徴は、まず生地がね、めちゃいい色してます。なんか、なんていうのかな、パッと見カメラで伝えづらいかな、なんか黄色っぽく見えちゃったあれなんですけど、黄緑と、マスタードを混ぜたみたいな、ちょっと不思議な色合いをしてます。ちょっとカメラと実物が若干、違う感じに見えちゃってる気がするんですけど、まあまあまあ雰囲気ではそんな感じです、イメージ的には。で、まあ、特徴としては、ちょっと着た時にね、マリアーノのジャケットとか、特にシルエットの面白さみたいな、とかがわかるんで、後で実際に着たいと思うんですけど、まあ、パッと見的な印象で、幅もちょっとスッキリめ。で、このラペルがちょっと丸っこいみたいな。なんで、ボディはちょっとシェイプというか、シャープな感じなんですけど、ラペルの方がちょっと丸っこいみたいな、そのなんか、ハイブリッドみたいな、雰囲気。なのと、あとは袖ですね。袖が、一個だけボタンついてて、こっちの二つはね、フェイクのボタンホール、になってるんで、まあ、ここもちょっと違和感あるみたいな。で、一番の特徴の前に、あと後ろですね、後ろのこのベントの部分も、なんかね、よくよく見るとわかると思うんですけど、ここでこう切り替わってて、
で、ノーベントになってるみたいな。普通はここの、背中の中心から裾まで一本で繋がってると思うんですけど、ここで横に切り替わってるみたいな。まあちょっとそういうパターンというか、も少し面白いところかなと思います。はい。で、一番の特徴は、これが、ルックでも使われてたんですけど、リバーシブルで、着用ができまして、まあちょっとさっきから見えてたと思うんですけど、内側がね、こんな感じです。ちょっと外すか。内側がこんな感じになってます。はい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 。はい。はい。で、まぁ、これが、さっきの T シャツとちょっと近くて、この内側に使われてたヴィンテージの T シャツ。まぁ、少し前のシーズンから結構はマリアのアソートっぽい、アソートの生地だったり、なんか、素材使ったりとか、っていう、こう、アプローチがあったと思うんですけど、まぁ、その、今季バージョンというか。で、裏地の部分に、これも古着ですね。ヴィンテージの古着。が使われてて、アソートで、なので全部一点物というか、になってまして、で、これもリバースで、リバースしてね、着れるんで、こんな感じです。はい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 。はい。まあ、全部ね、一点物なんですけど、僕のこの今手元にあるのは、まずここがメガデスの、T シャツかな。切り替わって、右肩の部分はこれハードロックカフェの香港の店の多分スーベニア T シャツとか、かなと思うんですけど、で、こっちには、なんか、なんだこれ、タイランド。なんかタイのお土産 T シャツかなんか。で、一番下は、なんかちょっとハワイっぽい、デザインの T シャツ。っていう感じで切り替わってるっていうのと、あとここの部分ですね、裏地の部分が、これがね、まあ、光の反射で模様が浮き出るような、生地が使われてるっていうような感じです。これはね、なんか裏側の時は、黒と、この、ちょっと柔らかめな、千鳥柄の、ここのコントラストがめっちゃかっこいいかなと思います。で、そこに入り込む、アソートの T シャツみたいな。なんか本当にミックス感というか、なんて言うんだろう。めっちゃバラバラなものを使ってる気がするんですけど、でも全体で見ると統一感あるみたいな。なんか作品に近いみたいな雰囲気のアイテムかなと思います。で、まあそのセットアップのパンツ。まあこれは多分マリアーノの毎シーズンのセットアップの結構定番っぽい方。まあちょっとマイナーチェンジとかちょっとしてるかもしれないんですけど、基本的なシルエットとかほぼ同じかなと思います。割と太め。で、それからテーパードが効いててズドンと落ちる感じで、裾がダブルみたいなのと、あとは、後ろのポケットにまあパールボタンが、使われてるみたいな、感じと、あとこれ内側にもちょっと特徴がありまして、ウエストの部分に、まあ、マリアのたまにアジャスターとかをウエストにつけてたりするんですけど、今回のはここに、ね、ゴムがついてます。こういう感じで、こっちもこっちも、なんで、ある程度なんていうの、アジャスト自分ではできないんですけど、ある程度こうフレキシブルというか、サイズが稼働できるという感じです。まあ大体の人は履けると思うんですけど、まあそんな感じです。ということで、早速ね、実際に着て、どんな感じのサイズ感なのかっていうのを紹介できたらなと思うんですけど、ちょっとね、タンクトップに関してはインナーなんで、ものだけちょっと先ほどお見せしたのを参考にしていただければなと思います。で、お値段とサイズ展開に関してはちょっとね、全部覚えきれてなくてすいません。ちょっと間違ったこと言っちゃうかもしれないんですけど、一応、靴が、119,000 円で、続いてネックレスが、36,000 円で、バッグが、39,000 円で、タンクトップが36,000 円で、T シャツが49,000 円で、V ネックのニットが、54,000 円で、カーディガンが、74,000 円で、今回のセットアップのまずパンツが82,000 円かな。で、最後ジャケットが、146,000 円。ちょっとね、間違ってたらね、すいません。オンラインストアの方、詳しくは参照していただければなと思うんですけど、まあ大体そんな感じです。で、サイズ展開に関しては、ほぼワンサイズ展開かな。まあ靴かな。靴に関しては、41と42っていうサイズ。で、まあ大体 26.5 と 27.5 みたいな、イメージ。です。で、まあ、ローファーなんでね、割とジャスト目を選んだ方が、まあ、無難かなと思います。で、あとは、あとはフリーサイズですね。フリーというか、ワンサイズのみのお取り扱いなんで、まあ、参考にしていただければなと
思います。はい、そんな感じで、着ます。 V ネックのベストじゃないニットを着てみたんですけど、こんな感じです。まあサイジングから言うと割とスッキリめというかジャストめなサイジングです。着丈もちょっとスッキリめ、なおかつ普通の作りの方の袖に関しては肩は割とジャストで、袖も結構ジャストで、袖自体もアームホールというかが、だいぶスッキリというか細めの設定。それに比べて、逆側のこの肩幅2倍取られてる方、2倍ぐらい取られてる方に関しては、なんか一気にね、こう見え方が変わって、だいぶ緩めな印象かなと思いますし、着てみるとね、よりこの不思議なシルエットっていうか、なんだろう、物で見るより、なんかこのあたりから特にちょっと上がっちゃうとか、これ上がっちゃうのは僕のせいなのかわかんないですけど、まあまあその感じだったりとか、あとここですね。このちょっと生地の余りというかゆとりみたいなシルエットの面白さ、なんかもう一人ここにいそうみたいな、あちょっと伝んないかなまあ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 そんな感じと、あとはこの袖の長さの感じとか、あとはこの袖先に至るまでの袖の太さかな、太さがあんま伝んないかな、あこういう感じで、こっちの方がだいぶゆとりあるんですけど、こっちはだいぶジャストみたいな、そこの全体的な歪みって言ったら変なんですけど、違和感っていうか、がめちゃいいかなと思いますし、まあ色もね、もちろんめっちゃいいんで、まあ一枚で着てもいいし、インナーとしても着てもいいんじゃないかなと思いますし、あとはこの背中ですね、ちょっと今どう見えてるか僕わかんないんですけど、まあインナーの色で、ちょっとこの、ロゴをどれくらい目立たせるかみたいな、そこのカスタマイズ的な部分もね、できるかなと思うんで、めちゃいいかなと思います。着心地もね、めっちゃいいです。サラッとしてて。割と薄めなんで、まあ春とかインナーで着て、まあちょっと暖かくなってきたら1枚で着るみたいな、そういう着方がいいんじゃないかなと思います。まああとはね、内側になんか着込めば、まあどの季節でもいけるかなと思います。レイヤードのこの1枚としても活躍できるかなと思います。まあシンプルにあとはあれですね、このセットインのこのラインがずれてるっていうのもちょっといいですね。こう見た時に、ここと、ここみたいな。っていうのが、まず V ネックのニットでした。次は、カーディガン着てみようかなと思います。はい、ということで、続いてカーディガン着てみたんですけど、こんな感じです。ちょっとね、僕多分あんま似合わないんでね、ちょっとサイズ感とか雰囲気だけ、見ていただければなと思うんですけど、こういう感じです。だいぶ着丈が短めの設定なんですけど、それに比べて、まあ、身幅とかある程度ゆとりあって、で、肩幅もちょっと落ちる感じ。で、袖もちょっと余る感じなんで、着丈だけキュッてなってる。まあ、本当結構ショート丈のジャケットみたいな、雰囲気かなと思います。が、まあ、ニットというかカーディガンなんで、で、なおかつちょっとこう、甘みというか、なんかそのシルエットと素材感というか、の、ギャップみたいな。のが面白いかなと思います。色もねちょっと女の子っぽいというか可愛らしい色してるんですけど、形的には結構男っぽくも着れるような、なんだシルエットというかって感じで、今全部開けてたんですけど、まあ、閉めてみるとねこんな感じです。どうすか、なんか僕思ってたよりね意外と似合っちゃってね、しかもめっちゃかっけえなって思ったんですけど、どうすかこの感じ。なんか局所やっぱちょっと女の子らしいんですけど、パッと見のこの感じなんかめちゃおしゃれな感じというかがね、ちょっと語彙力がなかったんですけど、こういう感じ。なおかつなんか僕が思ったのは、この、まあカーディガンもちょっとね透けてるんですけど、僕今インナーヒートデックなんでね、ダサくて申し訳ないんですけど、例えばね、このカーディガンの中に、カーディガンじゃない、タンクトップの中に着るとかね、っていう着方もしたらね、かっけえんじゃないかなと思います。はい、まあカーディガンはこんな感じ。です。ということで、続いては T シャツ着ようかな。T シャツ着ます。はい、ということで、実際着てみると、こんな感じです。ちょっとね、インナーにさっきのヒートテックを着たままなんで、この腕のあたりとかがちょっともたついてるというか、しまってね、申し訳ないんですけど、まあ、イメージだけね、ちょっとお伝えできればなと思うんですけど、まあ、こんな感じです。だいぶ、シェイプっていうか、シャープな、ピチッと、ボディースーツみたいな、雰囲気かなと思いますが、近くで見ると、こういう感じで、内側の T シャツがちょっと透けて、見える感じになってて、で、これね、インナー僕今着ちゃってるんであれですけど、肌の上とかに着たらね、がっつり肌透けるかなと、いうぐらいね、結構、このシースルー感あると思うんで、こことか特に見ていただければわかると思うんで、まあそういう着方したらね、やっぱかっこいいかなと思います。さっきも言ったんですけど、はいはいはい。はい、どうすか。で、なおかつこの内側のね、T シャツのデザインもアソートみたいな感じです。はい、はい。はい。で、最後が、セットアップをね、これから着たいと思います。はい、ということで、実際着てみるとこんな感じです。はい、はい、はい。
はい、どうですか。ちょっとね、やっぱ色がめちゃいいかなっていうのと、あとシルエットかな、こっちの表の方は言っちゃえばなんていうのか、無地ではないな、まあ千鳥柄で全体覆われてるんであれですけど、シルエットの部分にちょっとね注目していただきたいんですけど、締めた時とかが特に分かりやすいかなと思うんですけど、この感じ、このボディが結構キュッとシェイプされる感じが伝わるかな、これ伝わってんのかな、あこの感じ、この感じで、なおかつ着丈も結構長めで、まあハーフコートとまではいかないぐらいなんですけど、まあハーフコートにより近いぐらい、ジャケットの中ではだいぶ長いなっていうぐらい、長いのに比べて、まあウエストが結構シェイプされて、全体的にシュッとスタイリッシュな印象がありつつも、その中で肩幅ががっつり入ってるんで、結構このラインがすごい極端に出やすいというか、目につきやすいような作りかなと思います。このシルエットがね、めちゃよくよく見ると面白いかなっていうか、かっこいいかなと思いますし、あとはそれとはちょっとこのボディには反して、袖とかは割とちょっとゆとりがあって、結構ジャスト目の長さみたいな、そこのアンバランス感というか、いい意味でのがめっちゃいいかなと思います。で、パンツはまあ、さっきも言った通り定番というか、結構太めのずっしりめな感じのシルエットかなと思います。で、あとは靴ですね。靴ちょっと遠くて見えづらいかもしれないんですけど、まあこんな感じで、まあマリアーノのセットアップのパンツとかは基本的にこういう太めのものに関してはトップスをあんま選ばなくていいというか、大体のトップスにあったりするんで、結構ねパンツ単体でもおすすめかなと思います。まあジャケットはジャケットでこのシルエットめちゃいいかなと思います。はい。で、あとはさっきも言ったんですけど、ワンポイントで、このあたりの違和感だったり、はいって感じで、まあ最後にね、このセットアップの一番の特徴というかである、まあ裏返しリバースしてね着てみたいと思います。はい、ということで裏返してみたんですけど、こんな感じです。はい、どうすか。一気にね印象変わったんじゃないかなと思うんですけど、さっきの表の方はどっちかっていうとちょっとなんか柔らかい雰囲気というか、おじいちゃんっぽいって言ったら変かもしれないんですけど、まあ千鳥柄のこういう感じで、なおかつ色にもちょっとブラウンっぽさもねあるんで、割とこうなんかマイルドな雰囲気だったかなと思うんですけど、そっから裏返した瞬間にね、なんか一気にダークな感じになるというか、このギャップがねめちゃかっこいいかなと思いますし、僕ね個人的にはここが好きですね、この黒のゾーンで、なおかつこのゾーンの切り替えが左右非対称みたいな、こういう感じ、こっちは裾まで行ってるんですけど、こっちはここでピッとなってるみたいな感じとか、あとはまあなんて言ってもね、ここのあれですね、アソートの T シャツの切り替えだったりとか、もうめちゃいい味出してるかなと思います。はい、まあね今回こんな感じだったんですけど、ぜひ気になる方いましたら概要欄にアイテムページに飛べる URL 貼っておきますので、チェックしていただければなと思います。はい、とまあね今回そんな感じでした。また。